ホンダの高性能スペシャルティカーインテグラ。そのインテグラにより高性能なモデルタイプ R が仲間入りした。ホンダのイメージリーダーカー NSX のタイプ R 同様、世界のサーキットで培われたホンダのレーシングテクノロジーが存分に注ぎ込まれたこのインテグラタイプ R は、軽量ボディにハイパワーエンジンを搭載するなど高いポテンシャルを誇っている。それゆえこの車を操るドライバーには十分な安全知識とレベルの高い運転技術を身につけていただきたいと思うのである。プロジェクター採用、超薄型ヘッドライトでよりシャープなフロントマスクを得たニューインテグラ。その最強モデルタイプ R は、軽量ボディに200馬力を発生する 1.8 リッター DOHC VTEC エンジンを搭載。強化サスペンションをはじめ、エアロパーツ、8スポークアルミホイールなど数多くのタイプ R 専用パーツが装備されている。高性能車を安全かつスポーティーにドライブするためには、常に正しいドライビングポジションを取ることが重要である。またオーバーステア、アンダーステアといった車の挙動、そしてブレーキやタイヤの特性など、その挙動や特性に関するさまざまな事柄を学んだ上で、車の正しいコントロール方法を身につけてほしい。今回ドライビングインストラクターを務めてくれる中谷昭彦氏は、武蔵工業大学卒の38歳、 F3000 での優勝経験を持つ理論派レーシングドライバーである。スポーティードライブに対する心構えとしては、やはりあくまでドライブに集中するということにつきますね。景色を見ながらとか、音楽を聴きながら、あるいは助手席の人とこう喋りながらとかね、そういうながら運転じゃなくて、あくまで運転集中してほしいと思います。車を運転する上で、ドライビングポジションというのは一番大事なんですけども、まずそのポジションというのは、ステアリングホイールと、それから3つのペダル、それからシフトレバーですね。これらを車がどんな状況にあっても正しくコントロールできるためのポジションというのが基本です。で、悪い例としましては、例えばシートがこう遠いところで、ペダルに足が届きにくいと、止まっている時は何とか切れても、動いていると振動や横地なんかでこう足が届かなくなっちゃう。そうするとクラッチも切れませんし、もちろんブレーキも、だんだん足が届かなくなりますね。ですから、シートはなるべく前寄りで、一番ストロークの大きなクラッチを踏んでもまだ膝に余裕があるぐらいのポジションがベストだと言います。それからステアリングなんですが、車っていうのは大体こうステアリングが前傾してついてます。したがって自分の体からステアリングの頂点が一番遠いんですよね。で、ここにきちっと手が届かないと危ないんですけども、例えばシートバックをこう寝かして運転してしまいますとね、下の方はこう届くんですが、いざこう切り出した時に上が届かなくなっちゃう。でましてやこう横地やら振動やらがかかっている時にですね、手が届けにくいっていうのは非常に危ないわけです。したがってシートバックも少し起こし目にして、一番上を握った時にまだ、肘に余裕があるぐらい、両手でこうしっかりとスタイリングの全身が持てるっていうのが大事ですね。それでは正しいドライビングポジションの取り方をおさらいしてみよう。まずシートに深く腰をかけた後、シートをスライドさせ、左足でクラッチペダルを奥まで踏み込んでも膝に余裕がある程度に位置を決める。続いてシートバックを調節し、ハンドルの一番上を握っても肘に余裕があるようにする。そしてシートベルトを腰骨にかかるようきっちりと締めてやる。シートベルトは衝突時の怪我を防ぐためだけに必要と考えている人が多いが、事故を未然に防ぐ的確な運転操作を行うために、体をホールドする重要な役割も果たしているのである。
ブレーキを含めて、ペダルの踏み方なんですけども、なるべくかかとを床からですね、離さないようにして、踏んでください。なぜかって言いますと、車ってのは絶えず揺れてますね。で、体も絶えず揺れてます。で、足も揺れてるわけで、かかとを離してますと、自分の足のつま先がですね、どこへ行ってるかわからなくなってしまう。そうすると、ペダルをこう踏み違えてしまうってことが、よくあるわけですね。ですから、床にかかとをつけて、かかとを床につけて、かかとを支点にペダルが正しく踏めるように、してください。スタイリングの操作の仕方なんですけども、まず握り方なんですが、大体この手のひらのこの部分ですね、この部分をこうスタイリングにこう当てて、で、親指はスタイリングの表面にこうかける感じです。よくスポークにこう指をかける人がいますけども、こういうふうにしますと、キックバックなんかで手を弾かれて、突き指してしまったりするんで、指はかけない方がいいです。で、握る位置はだいたい10時10分とか、9時15分になりますが、まあ、こういうデザインのステアリングの場合は、10時10分に握った方が、このスポークの部分が邪魔にならないで、よりベターですね。で、回し方なんですけども、例えば右に曲がるとき、こういったときはまず右の手を上に持ってきます。で、これを引きますね。これで180度ですね、回ってます。で、その時に左手をですね、下へこう持ってきます。で、これで切り足りないときは、今度左手でこう持ち上げます。で、その時右手は上へ迎えに行くわけですね。で、こういうふうに一声でロックですね。で、これから戻すときは同じようにこう戻していきます。この左に曲がるときを見てみますね。左はこう左手をまず持っていきます。で、こう引き下ろして、その時右手をこう迎えに行くわけです。で、今度右手で送って、左手はまた迎えに行って、こういうふうに回します。で、これですと、自分の手が絶えずスタイリング上に2本ともちゃんとあると、それから、体がまっすぐ保たれるといういろんなメリットがあるんです。ハンドル操作には送りハンドルのほか、両手がクロスするタスキ、ハンドルの内側に手を入れる内掛けがあり、それぞれに長所と短所を持っている。そこで一般的にはスムーズなタスキ、微調整が可能な送り、瞬間的に速い内掛けと、運転状況により適切に使い分けることが大切となる。車にはフロントエンジンリアドライブの FR、 リアエンジンリアドライブの RR、 フロントエンジンフロントドライブの FF のほか、 NSX のようにエンジンを車体の中心近くに搭載する MR、 そして四輪駆動と、さまざまなエンジンレイアウトと駆動方式があり、それぞれ異なった運動特性を持っている。このインテグラタイプ R はパッケージングに優れ、実用性の高いレイアウトとして広く採用されている FF。 エンジンと駆動系を全てフロントに配置してあるため、直進性に優れるなどのステアリング特性を持っている。カーブで必要以上の急加速や急減速をした場合など、ハンドルの打角以上に車が内側を向いてしまうような特性をオーバーステアといい、高速走行時や滑りやすい路面環境でこのような挙動を示す運転操作をすると、とても危険な状態となる。オーバーステアと反対に、ハンドルを切っても車が外側に膨らんでしまう特性をアンダーステアという。このような挙動を示した場合には、アクセルとハンドルを少し戻す。しかし、アクセルを大きく戻すと、車が急に内側を向く、タックインという挙動が出ることもあり、アクセルは慎重に操作するようにしたい。FF 車でコーナーワークを語るときっていうのは、絶えず FF 車のフロントが重いんだっていうことを意識しないといけないっていうことですね。これはどういうことかと言いますと、絶えずフロントにまっすぐ行こうという、こう慣性力が働くんで、これを曲げるのはなかなか難しいんです。で、それを曲げるのは、まあ、タイヤの力なわけですけども、スタイリングワークを乱暴にこう早く切ってしまったりですね、
ちゃんと荷重をかける、これすなわち減速することによって前のタイヤに荷重がかかってグリップ上がるんですけども、そういった作業をすることなしにいきなりハンドルを切ってしまうとかですね、そういったタイヤの力を出さずに曲がろうとしても、フェフシャーというのは曲がらないんだと。それをきちっとこなすハンドルステアリングワークがあって初めてスムーズに曲がれるわけですね。でよく限界を超えるという言い方しますけども、FF 車のその限界を超えるコーナリングっていうのは車がまっすぐ行こうというそういう慣性力に対して、ハンドル、タイヤが曲がろうという力が負けてしまう、それが限界を超えるということなんです。で言い換えますと、やはりタイヤの持っているグリップ力をちゃんと活かしてその範囲内で走らないと FF 車はスピーディーに速くスムーズなコーナリングができないということになります。車にとって危険な状況に陥りやすいオーバーステア、アンダーステアはコーナー進入時やコーナリング中のスピードの出し過ぎによって起こりやすいため、オーバースピードにはくれぐれも注意してほしい。タイプ R にはメカニカル方式のトルク感応型ヘリカルリミテッドスリップデフが採用されている。このメカニズムは左右の駆動輪に回転差を与えるディファレンシャルギアを制限するもので、コーナー出口で外輪への動力伝達を行い鋭い立ち上がり加速を実現するほか、片側の車輪が滑りやすい路面に入った場合などにもその威力を発揮する。車を減速させたり停止させたりするブレーキングは単にブレーキペダルを踏みつけるだけの簡単な操作のように思えるが、実は大変奥の深いテクニックを必要とする。特にスポーティードライビングにおいてはコーナー進入時の適切な減速と荷重移動を行うためにもブレーキングはとても重要な操作であり、その失敗はコーナリングを不安定なものとするばかりでなく、時にはクラッシュという事態も招きかねない。またスピードによってその停止距離は大きく変化。雨の日や雪道など滑りやすい路面では制動距離も極端に伸びてしまう。そしてフルブレーキングでフロントタイヤがロックしてしまった場合にはハンドルは全く効かない状態となり、極めて危険な状況に陥ってしまう。そんなブレーキング時のタイヤロックを防ぐために開発されたのが ABS。 タイヤロックを自動的に制御するシステムだが、 ABS にも限界があり、あくまでもブレーキの補助システムなので万全ではないことを忘れないでほしい。減速させるということは、非常にコーナリングとか車を操る上でとても大事な操作になります。したがってブレーキをどうやってコントロールするかという踏み方が、ドライビングテクニックにも通じてくるわけなんですが、よく勘違いされてハードブレーキングと言いますと、こう思いっきりブレーキを踏んでしまう方がいるんですね。でそうしますと FF 車の場合は特にフロントにブレーキがかかりまして、フロントがタイヤをロックします。そうしますともう、ステアリングを切っても効かないし、曲がろうと思っても曲がらない、減速しようと思ってもしないような状況になってしまいます。したがってブレーキを踏むときっていうのは、初め慣性がすごく強く出てるときは少し強めに踏んでいいんですけども、徐々に車体の速度が下がるに従って動力を少しこう弱めていく、そういった細かなコントロールがやはりどうしても必要になってきます。でそれを利用しつつステアリングを切り込むんでコーナリングに入るわけなんですが、もう一つ勘違いされてるのはよくポンピングブレーキという、テクニックがあるんですけども、まるでこうボールをこうポンピングするような、玉突きするような形でかなり大きく操作してしまう人が多いんですが、実際にはその
動力を少しずつ細かくこう抜いてやると、その程度の動作のことを言うんですね。でこうやって大きく、ブレーキを抜いてしまいますと、その瞬間も車こう走り続けるわけですから、まあ、制動距離も伸びてしまいますし、減速も悪くなると。ですから、まあ、ブレーキの正しい踏み方っていうのは、まあ、初めちょっと強く踏んで、その後徐々にこう動力を弱めていくと。数ある自動車パーツの中で唯一路面と接しているのがタイヤである。走る、曲がる、止まる、それら3つの機能もタイヤによって左右されているのだ。それゆえスポーティーで安全なドライビングを目指す上級ドライバーは常にタイヤの摩耗や空気圧をチェック、タイヤ性能を上手に引き出すドライビングを心がけている。タイヤをいかに上手に扱うかっていうところで、この車の高性能が活かせるかどうかっていう分かれ目になります。でそのためにはタイヤの特性をしっかり理解していないといけないわけですね。でタイヤっていうのはグリップして初めて、車の向きを変えたり加速したり止まったりできるわけなんですが、タイヤがグリップする条件の一つにですね、路面に対してわずかながらこうスリップしている状況っていうのが必要なわけです。タイヤが全くスリップしてない状態ですと、これただの転がってる物体に過ぎないわけですね。スピードが遅い時っていうのは車の持ってる慣性力も非常に弱いんで、わずかながらこう切っただけで直ちに車の向きがこう変わり始めるんですね。ところが、ハイスピードで走りますと、車っていうのは慣性がついてきて、例えばまっすぐ走ってる状態ですとなるべく前へ行こうっていう力が働いてるわけですね。でそれをハンドルを切ることによって向きを変えるんですが、この場合っていうのはこうステアリングを少し切っても、慣性、まっすぐ行こうとする慣性のが強いんで、タイヤの向きが変わっても車に押し出される形でこうスリップしていきます。でこのスリップが初めてタイヤのグリップを発揮するわけなんですが、慣性が非常に強い場合、ハイスピードな場合、これだけじゃなかなか車の向きが変わろうとしない状況です。そうすると、普段の習慣的にですね、さらにこう切り出していこうとする、皆さん大体そうされると思うんですが、車がハイスピードで向きが変わらない場合どんどんこう切り出していってしまうんですね。そうするとタイヤの切り角ってのはどん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 大きくなります。でこれは進行方向に対してスリップアングルがどん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 大きくなるんで、スリップ率もどん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 大きくなってしまうんですね。でタイヤの特性としては大体路面に対してスリップ率で言いますと 5% から 20% ぐらいのスリップ率のところで、一番いいグリップが出ると。でそれを大きく超えてしまうとグリップってどん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 落ちてしまうんです。したがって、直進状態から、まあ、180度ぐらいまで切り込んで、これでスリップ率が大体 20% のマキシマムと。でこれでも曲がらない場合っていうのはここからさらに切り足してしまうとグリップは逆に落ちる方向ですから余計曲がらなくなってしまうんですね。それを習慣的なことでどんどん切り裂いてしまう人が多いんで、特にハイスピードの場合っていうのはその辺に気をつけて、スピードをコントロールしながら、ステアリング操作するというのを身につけていただきたいと思います。タイヤが適正なグリップ力を発揮したとき、車は心地よく加速し曲がり減速することができる。しかし雨に濡れた道路や砂利道など滑りやすい路面ではタイヤのグリップ力が低下、通常より低い速度でその限界を迎えてしまう。そのため普段からタイヤの溝、空気圧など日常の点検を怠らないばかりでなく、雨天時には通常よりスピードを落として走行することがとても大切なこととなる。そしてそれが安全確実なドライビングへとつながるのである。正確で無駄のないステアリングワーク、抜群のタイミングで決めるシフトチェンジ、そして確実かつ微妙なペダル操作、それらを決めるためには
正しいドライビングポジションを取ることが不可欠である。またスポーティーかつ安全なドライビングを実践するためには、極端なオーバーステアやアンダーステアを出さないようにすること、それらが重要であることも理解していただけたと思う。そしてブレーキングの難しさと大切さ、タイヤ性能の引き出し方もベテランドライバー中谷氏から学ぶことができた。しかし車の性能を上手に引き出し、スムーズなドライビングを行うためには、これまで学んだことを全て頭に入れ、それらを有機的に結合させることが必要である。エンジンのパワーを生かした無駄のない加速、コーナーを目指しての確実かつスムーズなブレーキング、荷重移動と適切なスピードコントロール、ステアリングワークでコーナーをクリアし、また次のコーナーに向かう。そして常に危険を意識し、余裕を持って止まることのできるブレーキング、それら全てを連結し、そのドライビングテクニックを身につけた時、初めて一人のスポーティードライバーが誕生するのだ。つまり高性能車を操るにふさわしい上級ドライバーとは、冷静な判断力と的確なドライビングテクニックを身につけ、安全を第一に考えるドライバーなのである。ドライバーには視野の範囲、急激な明るさの変化に対する目の順応性、また危険を察知してから回避行動を取るまでの時間など生理的な限界が存在する。これらを踏まえ、走行中の予期せぬ危険から的確な回避操作を行うためにも、シートベルトは重要な役割を果たす。そしてまた万が一の危険から乗員を守るエアバッグ装着車でも、シートベルトとの相乗効果でその有効性がより高まるため、シートベルト着用が必要なことは言うまでもない。僕たちレーシングドライバーはいつもサーキットをものすごいスピードで走り回ってるわけなんですが、そういったサーキットをですね、こういった高性能車で走るって非常に楽しい仕事なわけですね。実はサーキットっていうのは対向車もいないし、人も飛び出してこないし、いろんな意味で安全が確保されてるんで、そういう走りができるわけです。でも一歩一般道にこう出ますとね、対向車いるし、人が飛び出してくるかもしれないし、あるいは次のコーナーが右か左かも読めない、つまり先が読めない状況って非常に多いわけなんですね。そういったところでは当然僕たちレーシングドライバーでも、スピードを控えめに走らざるを得ない。こういった高性能車を乗りますと、アクセル一踏みで本当にスピードはどんどん出ていってしまうんですけども、そういった先の状況を読みながら自分の中でいかに判断して状況を把握しているかということを考えますと、当然自分の能力ってのは抑えられてきますよね。ですからスピードを控えめに走る、そうするとこういった高性能車は逆に非常に安定して運転しやすさがあって、先を読む状況に対して気配りができるようになるんですね。そういった部分を上手に活かしながら、何一つ見過ごすことなく、たった1回の失敗も許されない一般道ですから、非常にリスクの少ないスムーズでスピーディーな運転、それをぜひ心がけてもらいたいと思います。サーキット走行を十分に満足させる高いポテンシャルを持つロードゴーイングカー、ホンダインテグラタイプ R。連綿と続くレースシーンで培われたホンダのレーシングテクノロジーと熱いスピリットが注ぎ込まれたこのタイプ R をスポーティーにドライブするには、ハイレベルなドライビングテクニックと安全に対する高い配慮が要求される。安全、それは単に危険回避技術を身につけるだけでなく、車を操る人間のハート、人に優しい心を持つことが本来のアクティブセーフティーだとホンダは考えているのである。